皆さんこんにちは。バイヤー速報のお時間でございます。はい、本日ご紹介するのはマイナスという iPhone6S 用のケースでございます。はい、マイナスね、マイナスって聞くとね、ちょっとイメージ的にどうなの、なんかマイナスあんまりいいイメージないかもって思うかもしれないんですけども、こちらのケースはですね、引き算の美学、はい、無駄なものをもう徹底的に削ぎ落として、作られたというケースなんです。無駄なものといえばこういうボタン類のデコボコ、こういうね、あとカメラの出っ張り、あとこちらの、これはね好みが分かれると思うんですけど、この D ラインというものですね、こちらをですね全てカバーしてフラットにしてしまうというケースなんです。はい、で厚みもですね 0.8mm、 1mm に達してない。だからこうはめた時に持つともう全くつけてる感覚がありません。はい、でかつこのデコボコの部分も、特にこのカメラね、カメラの凹凸っていうのが実は 0.77mm なんですけれども、 0.8mm の厚さがあるので、それもしっかりフラットにしてくれるっていうカバーなんです。はい、こちらがですね、実はアップバンク先行での発売となっております。すでにですねかなりの人気で、もう在庫もちょっと少なくなっています。はい、まあ、こちら今予約受付中となっておりますので、ぜひとも皆様概要欄の方にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。で、今ですねサンプルがまだちょっと届いてないんですけれども、サンプルが届き次第、強化ガラスとの相性ですとか、そういったものもレビューしてまいりますので、そちらもぜひこうご期待ということで楽しみにしていてください。それではバイヤー速報でございました。